ふう、食ったカロリー絶対オーバーしてるだろこれ。どう映画、そうですか。でも部屋の散らかりを見たらそうは思われないだろうな。ん、何の方がパン粉はしにくい。おお、紅葉じゃないけどなかなか、そうそう、いいですよね。昼間は今日なくて大丈夫です。あ、マウンテンバイク、タイヤどうだろう。アクロに強いって意味でもマウンテンバイクの方がパンクしにくいかもしれないですね。何買ったっぽい。また太ったって言いやがった。自宅はちょっと見せられないですね。アジアビアカップ金メダル受賞、どういうことですか。バラ焼きいいです。トイレは、あーでも綺麗じゃないな。ビール缶、ビア缶、汚い部屋です。キョワダソニーラジオ、ラジオですか。ふう、うん、朝食のでしたね。電波、ん、どこに、今日は、あ、そうだ、十和田湖畔の B&B 予約しようと思って、今日は気温全然違いますね、昨日と。新何のか、消費税増税はノーコメントかな。そのあたりは、そう、 B&B、 予約するかな、 B&B。 こういう場合、じゃらんでやった方がいいのか、直に電話した方がいいのか、どっちの方が宿にとって嬉しいんですかね。うん、アトムのこれ確か 2GHz のやつだったかな。いや、1ギガだっけ。 B&B電話ですか。野宿はなんか今日寒そうなんで、ちょっとですかね。イエー、うん、ああカバチ、プロショップでもないです。何のことだろう。 JR 来てないですよね。え、ジャラの方が安い。なんてことあるんですかね。まあでも、電話してみるかな、まずは。ゆっくり。多いですか、本当ですか。すいません。はい、ありがとうございます。じゃあジャランディ今予約しようかな。するか。左手にじゃあ座れるところがあったらそこで、電話、ああ、いや待って、やっぱ電話か。ちょっとでも安くっていうのはそれほど重要じゃないんで。そう、ベッド&ブレックファストです。まだあまりメジャーじゃないですかね、 B&B という呼び方。困ります。そうですか。ああ、おいらせー。
17時ぐらいかな、日暮れ前、イギリス、まず早くどこの、乗りながらは口で操作一応できますよね。ホストハウス、昨日のユースホステルはいかにもユースホステルらしいユースホステルでした。廊下とか綺麗でしたね。確実にやっぱそうですね。まあ淡路島でネット経由でやったけどダメだった時ありましたね。入ってなかったことが、今なんか質問でしたっけ。P&G、 いや一人でした昨日は。高知方で暮らすとなると仕事どうするかですかね。ん？じゃあ配信？あ、昨日の夜は15分だけやりました。特に寝てなかったです。そう、雲が。歩道通行、通行したくないこれは。いらっしゃいませ。今は奥入瀬渓流に向かってあと10キロないぐらいかな？あるかな？そんぐらいです。いや、紅葉は10月らしいです。いや、コンバイン、コンバイン、湖畔巡り一周したら大変そうですね。一周は辛いかな。台風、え、早い。四国は過去に何度か行ってます。起こしません。起きるまで寝てろ。あ、八戸。昨日は朝市で朝ごはんでした。苫小牧通りました。通過しただけでしたね今回は。夜着いて十和田から黒石方面中道。向こうあれ水力発電みたいなのがあるから池あるんですかね。タンバート、そう、それを狙ってます。晴れないですね。一面雲だな。そう、地上絵みたいなもんです。海、今日流れが、正直は今札束の厚みはまあまあ復活してます。昨日イオンで金下ろしてきたんで、あ、いや、イオンじゃないや、ないと何が、千円札、所持金5円、郵便は宿代5200円ですね。一応動きましたかね。
あ、そうだ、宿宿宿宿今日は B&B で、まあ、取れるですかね。あれ、あのコンバイン後ろに出してない。ホテルみたいなとこですかね。アイベア宿です。この辺でもう電話しとくか。コンバイン、ノーコースコンバインじゃなかったっけ。オーラの喉が開かれたやつですよね。最東端どこだっけ。ノサップ岬は行きましたね。左翼端の宗江岬も行きました。あれ、ちょっと歪んでる。よいしょ。じゃあ、うん、テレビ黙々と。収入源は仕事。はい、ベア。じゃあちょっとお待ちになってください。どこだっけ。ちょっとパソコンのウェブブラウザで開いてたので、うち今から電話します。ブラウザブラウザ、あ、ブラウザ閉じてる。あー、めんどくさいな。とわだこ。いや、あの電話番号というか宿の情報がどこ行ったか分かんなくなっちゃって。場所はとわだこ藩です。なんて名前の宿だったかな。いや、十和田旅館ではなくて、上限5000円で再検索。今日の宿がどこだったっけな、番号、名前が。6軒ありました。スマイルホテル、シティホテル、カントリーロードだったかな。あ、十和田湖バックパッカーズだ。十和田湖バックパッカーズ。マップ間違いないよな。遊覧船桟橋よりも徒歩で1分。そう、バックパッカーズ、バックパックじゃないですけどね。うわ、十和田湖バックパッカ
かず、ず。ネットワーク遅い。あれ、なんか切れてるか、これ。ん、今ネットワークつながっ、あ、いってるいってるけど遅い。あれ、行ってない。あれ、ネットワーク変だ。お、ゲストハウス。延長500円、マジですか。まあただ安くても次回電話した方がまあなんとなくいいかなと思って、なんとなく。トワーダーコーバックパッカーズドミトリー2500。なるほど、2000円からあるなっけか。じゃあ電話はするし、じゃら見たんですけどって言ってみようかな。じゃあ電話してきます。繋がらない。うん、私も写真見ました。繋がらない。あ、全然行ってないな今。するためにもポターファイに再起動します。よっと、よし。
時間食うな。これ規制なんだろうな、きっと。やばい。あ、録音できてるな。まあ飛び込みでもなんとかなりそうではあるけどな。よいしょ。はよ。コメントが見えてないです。もしかしたら映像と音言ってるかもしれないですけど。これは再起動かな。反応してる。遅すぎる。上り速度上がらない。上り速、あ、上り速度、あ、上がった上がった。これで映像もいってますね今。ってなわけで、ジャランの電話、あ、ジャランじゃないや、電話がつながらないので、ジャラン上で手続きします。ただ私、ジャランの会員登録してないんですよ。だから今から住所とか全部入力するまで皆さんに待っていただくことになります。飛び込みでも良さそうな気はしますけどね。朝食付きドミトリープラン2400円。すみません。で、うっかり GoPro で住所とか電話番号が入らないようにしないとな。
全然、なんか広い部屋使うやつですよね。キーボードよりも画面が大変なんですよ、これ。老眼には。覚えてますか？26日、今日26日ですよね。会員登録と予約へ、会員登録せず予約へ。そうだっけ？メールアドレス。ちょっと待ってくださいね。サイサイクリスト、あと gmail.com。ちょっと不安だな。ちょっとカメラ横に置いときます。こうか。ちょっとコメントはほとんど聞こえなくなります、これで。同意の上、次へ。で、メールが届くので、メールを受信。メール。GoPro メディアはどんだけあったっけ？あと2時間近くか。うわ、遅い。メール認証、ジャランネット。これ。5月26日、18時チェックイン、1部屋、男性1名。自転車で行きます。微妙が予約を確定する当日 30%。 そうなんだ。申し込み完了。で、予約完了画面というか予約完了メールの中身をすぐ取り出せるように、iPhone で撮っといて、よし、できた。窓確保完了しました。転送速度、これめちゃくちゃ電波悪いな。じゃあとっとと奥入瀬渓流に行きましょうか。
で、宿の情報を見るとあれなんですよね。男女別相部屋じゃなくて、相部屋。ただの相部屋。男女別じゃないみたいなんですよね。キッチンが、そう、だからサラダパスタと朝定食400円、なんか微妙とか言ってましたね、コメントで。自転車、いや、これは前のやつです。あれ、ちょっと待てよ。また読み上げが、音量が下がった。どこなんだろう、接触。缶詰で取ると、ほう、何してんの？自転車旅行してます。自転車旅行してます。で、向こうの方ちょっと青空が来ましたよ。はい、結婚しろ。お前が先に結婚しろ。かな？結婚なさってる方だったらすいません。グーの音も出ません。よし、奥入瀬渓谷まで何キロ？渓流。トマトダメみたいですね。ミアド大丈夫です。ミアドはサイクリスト.com で合ってます。サイクリスト.gmail.com で合ってます。なんか肌寒くなってきてるな、だいぶ。なので聞こえない。どっかのせいで音量が下がってる。上がった。結婚準備。まあ、ステア高くなるかな。ウィンドブレーカー切るかどうかは微妙な気温。あれは何が来ましたか。こんな消そうですか。もう OK。ラーダーハウス。ガール、どうなったんでしょうか。今声も言ってないんですかね。今の時は応援でいいんだろうか。他にいなかったような車。返しボタン問題じゃないよな。返しボタン問題だった。お？お？お？
開始ボタンが、押されていない問題。声もいかなくなったらこの疑いが強いですね。たまになぜか配信開始ボタンを押してない状態に戻ってるんですよ。もうあのバス無事だ。もう失礼しました。何の問題なんですかねこれ。あのバスはナンバープレートしかついてなかった。横と後ろ見た限りではバージョン、開始ボタン、ありがとうございます。団体誰かが陰謀説ですね。陰謀説、横ホテル18時ぐらいに着けると思います。18時には空、さっきより明るくなってきたかな。せっかくの上汗渓流、温泉ですか。終盤あたりであったら入りたいですね。あ、曇ってます。でもよ、ため息、どれだっけ。よろしく、そうです、十和田湖畔です。十和田湖バックパッカーズ。十和田湖とビヨンドビーで検索して出ないのはなんでだ。電話誰も出なかったんで、じゃらんで予約できてるからといって本当に大丈夫かどうかわかんないですね。でも最悪キャンプ場も併設らしいので、カラオケしてますが多分 URL 貼って迷惑だな。はい、もうそうかもしれないですね。なんかなんだっけビニール紐かなんかを横にいっぱい貼った手の、リラクゼーション椅子みたいなの写真載ってましたよね。あれ懐かしいなと思って。あれもうだね。開始ボタンかな、違うよな。病院の。ボンベッドって言うんでしたっけ、あれジョイント部分が危険なんですよね。指とか挟まると肉がちぎれる。動いてますか今。開始ボタン問題ではないのかな。今バイクが2台通って手を上げていきました。35か、まあ時間的には余裕ですね。あとは明るいうちに奥入瀬渓流が見られるかどうか。
あ、ハウスですか。ライダーハウスは確かバイク、いやバイクの人今超えるってことはだいぶ先行くんじゃないですかね。まあ十和田湖でゆっくりするのかもしれないけど、十和田湖畔一周は調べてみましたけど北側の登りがえげつないですね。景色はいいんだろうけどな。早起きしてあそこ浜に登ってくるというのができればいいんだろうけど、私ごときじゃな。えげつない登りでした。明日も、あ、曇りですか。あ、延長できてないか。北海道ですね。いや、実際どうなんだろう。北海道は人がいっぱい行ってるから、ある程度回るのかな。延長できてない？できてない。北海道のみから、危ね。さっきツール再起動したんだっけ、したっけ。お、はじめましての人いらっしゃいませ。今音と映像いてそうですね。ちょっつ、あと35キロってさっきコメントで教えてもらいました。あ、もうすぐ6時間ですね。6時間かけて今走行距離30キロぐらいですか。6時間で、おかしいな。さっきツール再起動したっけ。しけさいらっしゃいませ。いいペースですね。ってことは残り6時間ちょいかかるわけか。うん、夜8時ぐらいになるな。のんびりすぎる。アルペースぐらいですね。なんかギギ始めたな。うわ、チェーンが結構錆びてる、昨日の雨で。6時間で30キロだと思います、多分。うん、十和田湖畔です。そうそう、大陸のあなたを。十和田湖ライダーハウスないですよね。あの宿にイエス。あ、また止まったのか。ちょい待ち、ちょいと待ってください。油持ってきてます。油だけなんで錆落としにはならないんですよね。じゃあここで、今ここ、計算だとあと6時間かかるんですよね。いってらっしゃいませ。お部屋と一緒に、自転車もタフですが、自転車タフは、すいません、ノーメンテで使って。キャンプ場が、あれ今どの話だったっけ。チェーンソー、そう、あのメンテルーブ的なものを持ってきてます。和光のやつ、ルブリカント。十和田湖まで22キロで出てますね。ワンワン、M ですか。うん、手元おいらせ明かりですね。暗くなり始めるのはどうだろう。3時半ぐらい。左のこれは風よけって聞きましたけどね。北海道でもよく見ます。犬の匂いそんなにはしないというか、犬の匂いってあの青い時期にしか しなくないですか。しなくないですか。この時期に犬の匂いってしますかね。ボフ、なんかそういう、おお、すごい、手だ、手で飼ってる。泣く泣く。その、あ、あそこのコーヒー100円だ。
コーヒー100円って商売なのかな、あれって。手形？今のとこもなんかキーコーヒーみたいな看板があって、コーヒー100円って書いてあった。うん、出るから。ん？ケイリュウダメですか？ケイリュウのあの奥入瀬渓流と書いてあるラインのあの区切り、地図で見て区切りに見える一区間の、ん？一区間の下半分が、違う、東側半分が電波、一応ホームエリア内なんですよね。あれは何？ん？この構造は、いらっしゃいませ。これは何してあるんですかね。ん？見えますか？コーヒー乾杯。気心。気心。プラスですかね。宿配信 B&B だからちょっとわかんないです。いや、回る構造じゃないですけどね。気心って書いてありますね。木心。抹茶が来ると抹茶ですか。いやらしい。あの下の木になんか縛り付けてあるというか、なんだろうなあれ。イベントありがとうございます。今座れ、知ってる人いないのかな。ああ、予約枠は55分頃になったら取りましょうか。で、FMLE にそのと切り替えますけど、ここから電波悪くなるみたいですね。奥入瀬渓流の方が。もう途中から電波ないのは分かってるんで。へい、折りたたみ式。なるほど。道に入ってこないようになんですかね。道からその脇に除雪した後に。北海道でも見ます。だからか。何の話なの。ドコモさん。奥入瀬渓流のそれらしい景色ってどこからなんだろう。青森です。今ここは住所はどこになるんだろう。青森県の。ひらがなの奥入瀬町は。あの宿泊まったあの辺りなんですよね。あと追いかけるの奥入瀬っていう字の町が、あの十和田湖の向こう側にあるらしいです。ややこしいらしいです。ねかり、あ、いや悪くなるからではないです。枠切り替えたら FMLE エラーがリセットされて使えるようになるんで。私の環境固有の問題なんで説明難しいんですけどね。うん、一服茶屋なんとか書く、こう紅葉閣か、なんか私は多分やらないと思います。12里観音、12里山荘、今は営業してないっぽいですね。あ、十和田市、ありがとうございます。まだ十和田市ないか。十和田湖も全部十和田市なんですかね。観音様にも映りました、白いやつ、やつ。多分これ横流れてるの奥入瀬川ですよね。ここで見る限りは普通の川。八つ干潟。おう。2年後。お、これは。
写真、うん、うーまーワン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 、おっとキャンキャンて、かわいい、うん、クロスバ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 、こっちも可愛いな。ああ、馬車道軽食喫茶さんのワンちゃんに吠えられました。あ、あそこにもいる。何匹飼ってんだ。これ中古車屋さんか。クロスバ可愛いですね。泣かしてしまった。安心しました。安心しましたなんて読むのかよ。鳴き声に、あ、それ前もなんか聞いたな。猫じゃなくて犬が反応してるっていうのだったかな、前のコメントは。電車に人が、いや、まあ私だからですね、自慢じゃないけど、私以外であそこまで吠えられることはちょっと難しいんじゃないかと思います、ポットでの人には。イタリアン、あ、今のですか。おいらせ森の収穫祭、よく超えますね。なんか切迫感感じるんだよな、あの吠え方。犬年です。大したもんですよね。ここまで吠えられれば、まあ逆に吠えられし特技ですから。そう、未だにそうなんですよ、うん、快適。あの、何、ライトハウスあったんですか。げ、調べ漏れてた。ライトハウスあったのか。まあ仕方がないかな。でも十和田湖、市の方だったら、市街地の方だったらもう通り過ぎてますよ。十和田湖湖畔の方じゃないとまあ似たようなもんですね。いや、周波数、ライダーハウスあったのか。せめてそれがさっき通過してきた十和田市の方だったら。でも温泉あるってことは、いや、湖の方なんだろうな。ん、名古屋。あ、この景色、あの谷筋ですね。双子山みたい、大分の蜂の巣、あ、に乗ってました。確か調べたと思ったんだけどな、忘れ、調べてもう忘れたのかな。見た目で私の見た目何か問題が。じゃないですか。友達の方だったら悔しくない、なくて済むのに。パナ要素はないな今。自転車も PC も。一時期はパナさん自転車、パナさん PC だったんですけど。うん。運んでくれ。ご飯に残念。でも同じとこやってる可能性ありますね。ん？今の鳴き声は。お。あれ、鳴き声がなんか。オートキャンプ場のなんか近い気がするな。スラレトン休み屋。今どういう順番で読んだらレストランだったんだろう。
解体、タイヤ外してフレームに縛り付けます。で全体を袋で覆う。袋からハンドルとか出っ張ったらダメと言われてます。花です。お菓子折り、ん、お菓子折り、うん、ん、そんなこと、灯台、サングラスで、目が見えないとなんですかね。ちょっと目が生物の目じゃないと。獣医か、そうか、注射とか打つかもしれないと思って。輪行、今のこの自転車だと5分じゃ厳しいですね。7分ぐらいかかるかな。で今の今日の装備だったら15分ぐらいかかるかもしれないです。電車に持ち込める状態にまでするまでに、15分あれば多分大丈夫。この飛鳥湯はどっちでしたっけ。今のところ予定ルートには入れてないですが、近ければ。先頭車両、まあ運転席裏がベストですね。今持ってます。それは持ってないと本当にやばいんで。ん、輪行、赤ちゃん、何分半、今なんか置いてありましたっけ。私はそっちの見たかもしれないけど意識してなかった。あら、むずく。16、9、あ、映像ですか。ん、下がる半、坂は 2% ぐらいのがずっと続いてるはずなんで、ここは若干きついところかな。あ、予約、そうだ。ああ、GPS が、GPS が、ハングしてる。GPS の中で永遠の13時50分。今何分なんでしょうか。いいやつ。GPS が50分近くか、50分近くか。いやー、見られるかもしれない。いやー、50分ロストか。やべえ、記録魔の私にとっては致命的。ギャー、そう、これ振りするんですよね。ギャー、14時44分か。まだ次は予約しなくてもいいんですね。一本道、私はこれYouTube で公開するときに映像に GPS ログ重ねてるんで、いやー、しかも今度からどう、プロフィールマップをクリックしたらその正確時刻にぴったり合わせて映像が飛ぶような仕組み考えてたんで、ん、いやー、今ちょっと泣いてますね。とりあえずじゃあ奥入瀬渓流まで奥入瀬渓流までどのぐらい近づいたか見て心を休ませ、いや、心を安らがせよう。かけてきそう、狙ってたんですけど、どこか奥入瀬渓流、あと8キロぐらいですね。そうかそうか、ありました。今までこんなことは何度かありました。今回は長い間、長い時間ロストしたな。50分も、50分じゃない、1時間以上か。13時半から
だったかな。13時半から14時40何分まで。ギャー、飯食った、あの時ですかね。ギャー、今日は時間15分か、痛いな。あとです、無理やり作り、偽物作ることはできるんですけどね、手間かかるんですよ。よし、大丈夫です。ラフギゾー、いえ、大丈夫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 、走り直さなくても大丈夫です。予約枠はもう少し先ですね。55分ぐらいになったら予約枠取り直します。予約枠ってこれ枠を終わらせなくてもその中で取れるんですかね。やってみよう後で。やれやれ。で、あと 8.8 キロだから結構やばいな、明るい晴れ打ちっていうのは。16時とかだったらもう暗くなってますよね。暗くなり始めてますよね、この曇りだと。やり直しじゃない、やり直しじゃない。来年の夏休みまた来ます。来年か。時間が終わらなくても取れる？あ、取れますか？あ、ここ冬は旅しますよ。ただこっちの方とかは冬はもう雪が降るととてもじゃないけど走れないんで、素人さんには。あと冬のツーリングはなかなか体調管理が難しいですね。冬の北海道は私は無理、素人さんですから。寒さ弱いんですよ。今ここもじゃあ今ここはもうサクッと取り出して復旧できるんで。そう、ネロさんに、ネルオさん、そう、あの人はクロードです。やった、あの人はプロだから。あの人はもう野宿で飯食ってるようなもんですから、野宿して飯を食ってるようなもんですから。なんか話してる。不要が。すまん。あれ、スパイクタイヤ履いてるんでしたっけ、ネロさんは。冬走るときは。いらっしゃいませ。楽しませて。トラブル含めてですよね。野宿。お年寄り？そう、冬沖縄なんか天国ですよ。なんか、スタイルが良さそうなんですよね。年下、年齢ですか。ネロさん何歳か知らない、私は。私は私が何歳か知ってるけど。クロレラ G ライト。スタイルですよね。これはトイレか。パーキング&トイレ。レストパーク。ここはどこ？予約もない。ないって何ですか？電話番号あるんですよね。あれかな、電話して気に入られた人だけが止めさせてもらえるとかかな。ん？これ上なんか見えるのかな？あ、川か。あ、ウェブ予約。あ、いや、ウェブ予約は普通ライダーハウスないと思います。電話だけだと思います。お、渓流っぽくなってきた。皆さん映像で見られるのはここだけかもしれないです。私が前行ったら
酔っ払いのおっちゃんが一人寝てて、で声かけたらその人がオーナーさんでした。明日だけやだ、今全然なんか暑くないので電波がこの先は今一つ、雑魚寝がベースですね。まあ、あのライハによって全然違うんですけど、基本は寝袋持ち込みです。飼い犬が泳いだら風邪ひく。ライハ、ライハ詰め込みますからね。店員とかはあんまり会ってないようなもんで、みんなが努力で、私はギリギリいっぱいっていうのはあんまりないな。鏡沼のライダーハウスでは結構いっぱいだったかな。手塩の、車たくさん乗ってましたね。うおう、乙女の像どのあたりなんでしたっけ。湖畔の南側の方だったら多分通ると思います。15度だ、やっぱちょっと肌寒いな。いわく、ああ、かなり、マジっすか。全裸か、見に行かなきゃな。じゃあ、電波あるうちに撮ってみますか。そうか、あれだな、ここから電波が怪しくなるから、撮ってもあまり意味ないかもしれない。まあ、じゃあ撮ってみます。わく。一人で、あれ、あ、でもこれ連続ワクテル今働かないんですよ。枠説明が電波が、まあ、それもありますね。電波怪しいのは湖畔まで行ったらまた電波あるみたいなんですけどね。有線で誰か線引っ張ってきてください。これを再利用して枠タイトルを、今放送中のやつはま、あの再利用っていうのができないんですね、枠説明文章。こうして枠説明の方に貼り付けて、予約15時予約する。取れました。これでいいんですかね。これであとはこの枠が終わる、まあ終わるまでやってから次枠を、予約しました。この枠を最後までやって、その後で移ればいいですね。予約しました。100円また使ってしまった。おめでたいかな、おめでたいかな。全くおめでたいやつだ。そしたらまあ電波次第ですけど、FMLE でしばらくは滑らかに動くと思います。しばらくはね。15度っていうのは意外と空気冷たいですね。使ってしまいました。列車はこっちの方には鉄道はなかったんですかね。あ、ふとふと先を思いやられるな、次枠が。
さらながら GoPro は動いてるな。使ったらとは、あれは観光地？6時間で2500人ってはどうなんでしょうかね。すごいんでしょうか。あそこなんだろう、アネックススポーツランド？ん？月額もう3分前だから入れるようになったんでしょうね。私はまだそっちは行ってないです。うん、アネックススポーツランドだ。あれはなんであんなとこに映像行ってないんですかって。なんであんなとこでかいスポーツランドが。山賊か。出るところだから、だからスポーツランド。熊は山の中にいるんじゃないですかね。あ、来てない。釣り枠はダメかな、いきなり最初から。こっちはそうですよね。よっと、まだ切れるには早いんだけどな。いいぞ。温泉のみ。もうそろそろ観光地っぽいんですけどね。なんか建物がパラパラ見えてきて、じゃあ次はかな。うん、お疲れ様です。お疲れ様です。次はです。なんかあそこにゲートみたいなのがあるから、あそこで。お疲れ様です。いや、こっちの橋がいいな。お、足湯無料。お疲れ様です。じゃあ、ここで。ん？次枠で。私はこれは？どっち？右の方か。あっちか。左行ったらこれどう行くんだ。ゴールしてるな。こっちはちょっと温泉地中通っていくんですね。どうしよう。7ホースページへ戻る。まあ、せっかくならこんなこと取っていくか。十和田温泉郷か。お？じゃあロボさん、じゃあイケメソン。こうして。これで。配信者か。よし。お、結構行ってる。割と行ってますね。うん。OK。OK、OK。で、ここから先二分岐してるけど、どうせこれ先で合流するんですよ。で、右手の方がこれ、十和田温泉っていうところの温泉地通っていくみたいですね。
で、左、ブルブル、不思議だな。さっきと何が違う？いや、またおかしくなってきた。あ、いい、上がった。ちょっとこれ、不安定ですね。箱っこ。まあ、やっぱり何らかの情報。いや、温泉にちょっと入っていく時間ないです。けど、まあ、この中見ていきましょうか。電波もこっちの方が良さそうだし。そう、右に登っていってまた下るんじゃないかなと思うんですよね。それか左側が後から登るだけなのかな。よいしょ。あ、写真写真。どうするか、この登りの数。十和田湖温泉郷。いや、何年やってると思いですか？何年やってるんでしたっけ？4年間か。4年間。やった。で、こういう長期旅行すると、一気に人数が増えて、で、そこから徐々にまた降下していく感じだったと思います。前、ログから、増減が、ライブ情報から取り出せるんで、古い。あ、大して登りじゃなかったな。右に行ったら十和田奥入瀬芸術祭って書いてあるけど、奥入瀬渓流優先。明るいうちに向かいます。はあ、はあ、あ、そうですか。はあ、はあ、怖いなあ。ちょっとは右もそうですかね。なんか有名な人だと思うんですけど、麦茶が今回手に入らない。甘いもの、甘いもの。温泉が10年くらい、湖畔に温泉ができてから、温泉の施設ができてからなんですかね。はは、癒しじゃないと。丸の道、あ、麦から作った施設だっけ、丸さんの。ここはちょっと勾配が少しある。お、トラック来た。来たけど、これ端っこにいるの怖いな。あ、車前からも来た。行くしかないか。よっと。あまりなんか、あ、この辺りか。カメラは、ウェブカメラはヘルメットの額の上あたりです。ホットボンドとかを使って台座を作って固定してます。で、3時。4時だともう暗くなってくるんじゃないですかね、この天気だと。お、この辺りいくつか道があるんで、奥入瀬渓流に向かう道は、さっきのどこでも分岐してます。今これ温泉地の中を通っていってます。もうそんなに見せないな。店とか宿とか。ここは、あ、もうちょっと左手側にあるのか。サークルマートとか。あ、いいですか。ヒメマス、クニマスがどうとかいうのは田沢湖でしたっけ。
去年、あ、去年じゃない、結構前だな、何年か前かいたところ、2年前だっけ、3年前だっけ、温泉がこの左に入ったとこじゃないですかね、スワンボート、なんと乗れそうにない、ん？何来てください、ちょっと、あ、ありがとうございます。トラックの人から頑張ってくださいって言われた、若い兄ちゃんの人から、兄ちゃんの人から、手ぬぐい頭に巻いてると兄ちゃんって言いたくなりますよね。でバラ焼きの、あ、少しバラ焼きありますね、上りが。これが温泉街だ、こんにちは。でも少しちょっとひどいことになってるな。スワンボートは今乗るとしたら下ですね、乗らないけどな。ん、何がいる、何を頑張る、旅行頑張って楽しむ、トラックから声かけられました、いや曲がる瞬間だったんで何かと思った、記録、あの中で吠えてる、嬉しいですよね、野の花焼き甘そう言われました、受けた、ここは温泉街なんですね、あの上の道じゃなくて、そう、あっさり、ん？モチベーション5上がりますね、うん、動画 YouTube に上げてます。で、ここまでか、こんだけか、下の道行ってもいいんだけど、下の道でもいいんだけど、まあ、せっかく登ってるからこっちの道って戻ろう。YouTube でサイバーサイクリストで検索すれば出ます。あ、っていうか、あの YouTube で検索するんじゃなくて、このマーク説明の過去の動画って、あ、これはあれだ、なんだっけ、この色はあれ何でしたっけ、あの初音ミク新幹線のやつだ、なんて言うんでしたっけ、名前忘れた、はやぶさか、初音ミク新幹線じゃねえけど、まさにはやぶさですよね、あれ JR だし、初めて見た、初音ミク新幹線、色がなんかそんなんなんで、あのラミー髪切り色なんで、先に名前が思い出せなくて、一時期なんかあのはやぶさの名前募集するときに、何でしたっけ、初音っていう名前がいっぱいあの応募されたんでしたっけ、でどう考えても初音っていう投票が多かっただろうにはやぶさになったとかいう話があったりなかったり、あれ実際どうなったんでしょうね、どうも不正はなかったのか、トラックさんはどこからどこに移動してたんですかね、今のは。わざわざこんなとこ通るってことは、なんか長距離じゃなくてこの近距離で何かを運んでたんじゃないですかね。遠距離だったら高速とか通りますよね。坂が今下っててもったいねえ、どうだろう、ん、だから何だって、はやぶさ、はやぶさ島まで、島、トラックさん帰ります、あれなんか私は今話が見えてない、今ここ消えた、今ここ、よっしゃ、え、本当にリスナーさん、さっきの人は右側だから、運転席側でしたよね、地元の人です、いや本当に助手席にも誰かいたような風に見えたような、見えなかったような、マジっすか、やっぱり地元ですよね、こういう道通ってるってことは、ありがとうございました、そうだったんだ、単にあの道すがら頑張ってって言われたんだと思って、あの特に立ち止まりもせずに手だけ振ってさっさと道曲がっちゃいましたけど、失礼しました、また行きますか、いやわざわざそんな、ん、これ信号、これ信号機は この信号機ってどうなってますか、
麦茶、麦茶。お、自販機あるけど、まあ飲み物いっぱいありますね、まだ。お茶が余りまくってます。もうちょいで奥入瀬渓流ですかね。明るいうちにつけるかな。なんかこっち来てから特に撮っていただいたりしてますね。この歩行写真もおかしい。どっちつかず、具体的に言うとどちらもついてない。コーヒーやった。こっち側に向ければ色が見えるかな。さすが大手。いやだ。そこもバラ焼きの看板には、あ、看板というか上りがありますね。これってありなんですかね。通報したりした方が本当はいいのかな。で、なしですかね。で、これで左右道が分かれてて、奥入瀬渓流は左手の方ですよね。奥入瀬渓流どころか、この分岐は大変な分岐だな。田沢湖についてない。新天地点滅、今点滅すらしてなかったですよ。なしか。これ右に行ったらとんでもないところ行きますね。右というか直進したら。どうした、トラック。あの雨降ってきたら本当にお願いしたい気分ですけどね。雨降ってきたら、そうか、でも荷物があれだから、トラックにも、あの、持ち上げてトラックに積むのは相当きつそうだな。まあ、荷物外せばいいか。なんか急に、なんでこんな急に景色が、それっぽくなってきましたよ。それ。雨が降ったらトラックの荷台に乗りましょう。みたいに。電波持ってるね。電波どこまで持つかな。この警察のマークあるんですね。このマークなんか可愛いですね。白鳥追い出せ。パトカーにあの白鳥みたいな顔のマークが、顔というか警備会社、確かに見えますね。ちょっと顔見えるかな。乗ってみないです。信号のほら、これなんか可愛いですね。鶴っていうか白鳥じゃないですか、これ。よいしょ。あ、古いですか。乗って。そんな古くは見えないけどな。でもなんか 4WD っぽいですね、これ。牽引とかできそう。やった。白鳥警備がありそう。G はロボット声でしたっけ。あ、今のパジロミニ晒す。あのマーク閉めます。渓流の駅だ、ここ。これ道の駅じゃないのか。ホイール、おー、これ郵便局かな。焼き山郵便局、ふるさと切ってリンゴねぶた。向こうは星野リゾート。あ、星野リゾートってここか。あれがパジョルミーなんですか。景色急になんか、あ、電波が大丈夫じゃないですね、放送上は。私は大丈夫です。奥入瀬渓流ホテルって文字が出てきた。で、あそこに奥入瀬渓流って書いてある。こちら。お、ナクツ。あー。あれ?あれ?これは今ないですよね。ユースホステル、ここなかったはずなんだけど。今日一番の奥入瀬ユースホステルって書いてある。2031? おぉ。なんか新しく見えますね。ユースホステル。え、まさか、本当にある?見ますよね。昔三原山で見た、あの、伊豆大島の三原山で見た三原山ユースホステルみたいに、あの看板が朽ちて
ボロボロになってるのとは全然違うな。比較のために今言いたかったけど説明長かった。オリアス渓流ついてるついてる。さっきの分岐から突然こうなりましたね。あの上植わってる木が違う。アルファトマム、なんか生えてる木が全く違いますね。ヨーソステルは若者宿っていう確か意味なんですけど、ドイツ発祥で青少年の旅行のために見聞広めてもらうために各地で用意されるその安価で、清潔なベッドがどうとかってやつでしたっけ。そう、この辺り紅葉とかしたら大変ですね。若い子、しかも若い子はいないです、ほぼ。いや、青少年42歳。でもちょっと黄色くなってるかな。緑色の中に少し黄色が見える。老少年。老少年。年か。若い女性がそぞろ歩いてますね。そぞろってますね。あ、犬だ。40代。会社持ってます。そう、あ、海外どうなんですかね。北海道から走ってくるなんて、いや、それはちょっと語弊がありますよ。それなんか騙そうとしてませんかね、相手を。軽井沢、ああ、そうそう、そういうで、お、山の家いいな、こういうところ、ライトハウスみたい、こういうのも。ウホの人、ホモセクシュアルはそんな世界では国によっちゃなんか試験になるとこもあるんでしたっけ、同性愛はとかなんで、それは全然一般的じゃないでしょう。ん？あ、さっきのオイラシウスソステルっていうのは今やってるとこなんですかね。ググるとわかるかもしれないですよね。ググると、ネット環境がある人がググったらわかるかもしれませんよね。オイラシウスソステル、やっぱり、あ、やってないですよね。休館中とかかな。おいらせ。ああ、樹海？あれ今渓流右手にあるか。山奥。うんぱ。軽井沢プラス渓流ですね。軽井沢の裏手の気持ちいいところ。うん。ん？キワッサー。ザーって聞こえるのはこれです。おー。ちょっと水多いですかね。昨日雨降ったからか。若干濁ってます。奥入瀬渓流。これが奥入瀬渓流だ。とりあえずここを押さえてれば、あとはもう電波なくてもなんとか面目は保ちましたよね。気温は15度割ってるから、じっとしてると寒いです。今、アスパーに登り続けてると、あの、体の温度はちょうどいいです。これは昨日雨が降ったからじゃないですかね。昨晩。ずっと夜の間降ってました。先っぽい。あ、渓流ですか。確かに書いてあるのはもうちょい先なんですよね。今回そうですね。しかも、今日のこの景色はひどい坂登ってこずに疲れずに来られてるから、ここはなかなか自転車で楽に来るにはいいところですね。もっと、ああ、マイナス4。滝もあるんですかね。撮ってる撮ってる。カメラはあのソニーです。ナイコンじゃなくてソニーです。ナイコン。ん？同じ格好でした。お？今の人何歳ぐらいだろう。よく見てなかったな。女性であることは分かったけど。怪しい。観光客。でも今日はまあ平日だから、そんなにないじゃないですかね。紅葉時期の前だし。60歳。いや、顔をよく見てなかったけど、40代の人か若い人か、どっちかだと思う。30代はきっとないな。根拠ないけど。
そう、年齢が。空気はですね、やや冷たいです。電波、ここから先ですね。キヤノン。30代は多分ないな。電波。うん、女性2人組でした。おー。遊歩道、あ、ありますね。いや、ちょっとだけしかないや。よっと。でもこれだけだと川だけだから、やっぱりこういう葉っぱが欲しいですね、景色に。これ奥入瀬川だと思いますよ。奥入瀬渓流だから、ここ言うほどないな。それ前なんか聞いたな。FMLでここはなかなかいらっしゃいません。本当はここまで水量多くないと思うんですよ。そう、水量今この中飛び込んだらあっという間に流されますね。私昔多摩川にレーパンで飛び込んだ時も流されそうになったし、でもう一人来た友達はカメラで笑いながらこっちを撮ってるし、お魚全然見えないですね。ふり水流、お、自転車だ。こんにちは。うお、うお、ちょっと変なところに入ってきた。ママチャリの女性が今いたんだが、うわうわ、え、これいけるんですかね。これいらんとこ入った。赤、うん、赤い人、これは今ここからすぐは戻れないですね。お、大根が、よいしょ、トレイルですね。橋渡り、一本橋障害クリア。やべえ、向こうから人が来たら感じ悪いな、これ。いや、自転車が無理やり爆走してきてるように見えるだろうからな。いや、行けなかったら戻るのが、そうなんですよ、それが精神的に辛い。出たー、あー、よかった。やった、ふう、よかったよかった。イベント的にはちょっと盛り上がりましたね、今の。 GoPro も撮れたからちょっと嬉しかったかな。ふう、しかもクロスバイクでちょっとタイヤ細いんで、私にとっては、よかった。今のが、そう、かなりって引き返すパターンが最悪ですからね。割とドキドキしてました、今。イベントクリア、チッ。チッチッ。出られました。イベントありがとうございます。ふぅ。短かったですね。よかった。よかったです。ふぅ。テンション上がりますね。もうちょっと明るければ綺麗だったんだろうけどな。知ってる人が。あとで ID 集計しとくか。パンクは、久しくやってないですからね。2年か3年やってないですね、パンクは。電波はですね、あそこ行こうとしたら面白そうだから。じゃなくて、なんとなくそのまま進んでいったら、入ってしまって、面白そうだからではないな。流れで入ってしまっただけだ。はあ、お、止まったのは電波？違うか。さすがそうなんですよ。日が照ってれば木漏れ日が本当に、それを想像してました、私も。釣りはしないんですよ。モテそう、おかしいな。モテすぎてるのに私が自分で気づいてないだけなのかな、じゃあ。こう、予想なんですよね。ほんの一部黄色いです。あの黄色いのも紅葉なのかな、元から雪なのかな。
そう、気づいてない。松見待って待って、そんなところか。あ、やら、気温15度切ってます。電波そろそろないか。じゃああとは GoPro ですかね。三重、三重電波中継。そう、九州では なんで九州でそんなバッテン荒川さんみたいな。電気、電波かな。まだ早いですけどね、まだエリア的にはあるはずです。そろそろウィンドブレーカーかな。まだ微妙だな。銚子大滝、まだそういえば滝は見てないですね。これはなんで水が漏れてる。わお、28分。あ、自動延長は来ましたっけ。よっと、あ、できてましたっけ。ってことは今声は言ってるんですかね。自動延長、いや、あ、できてます、大丈夫です。電波ですね、これは。通常配信してみましょうか、このアプリでも。通常配信課に。通常配信で。やった。よし、来た。これで一万円が言ったぐらいかな。多分声だけしか言ってないと思います。一万円が言ってからですよね。東京、声だけか。これも規制かもしれない。まあ進みます。途中から本当にあの電波がないエリアに入るので、エリア的にはまだあるはず。ここは住んでるというか観光地ですよね。しかもそうそう開発できないように取り決められてるんじゃないでしょうか、多分。よっと、ちょっとここは止まって撮ろう。あ、緑色のとこですか、ここ。緑色エリアですかね。で、あれ、あれ、なんか見たことあるような。ありがとうございます。ありがとうございます。顔大丈夫ですか、映って。ありがとうございます。また。わあ、すげえ、本当に戻ってきた。写真、写真。何かイチョウの木。今、あ、とっさに飯でも間に合わなかったな、多分。でも泊まってもらってもよかったかな。コーヒーもらった、コーヒー飲む。声言ってるんですか、声、声、声。これでいいか。よっと、ご飯はのはずですよ。梅米で、先ほどのトラックからコーヒーそうか。いや、今助手席の人います。
ったかな、やっぱり見えなかったら下からだと。いやー、声もダメか。とりあえずコーヒーいただきます。そう、名刺だけでもと思ったんですけど、ゆっくり走りながらだったんで。そう、あの投下されて私にヒット。投下して私の頭にガンって当たって。いただきます。赤、赤はそうですね、赤は運営込めてやつです。ふう、とっさに受け取って顔見ながら見てなかったな今。ベコベコに結構へこんでるやつありますよね、コンビニとかでも。というわけで、まあ、投げつけるというのは比喩表現ですけれども、ありがとうございました。よし、テンションまた上がった。こう、青い人、コーヒー、缶、缶、飲み、缶飲か。テンション上昇と。よし。いや、暑い、暑くはなかったですね。どっちだったんだろう、元は。少しぬくもりがあったけど。ちゃんと。いえいえ、とんでもないです。ありがとうございます。大変にありがたいです。いや、そこまでテンション上がってない。でもさっき私はすれ違ったんですけど、いや、女の人じゃなかったです。女の人じゃない。あの前方、さっき前方からすれ違って、なんでまた前方からすれ違ったんでしょうかね。はい、さあ感触があるからと思って。今日は疲れも溜まってないから、グンタ。リアです。リアデコです。ギアトスです。やった。うわ。え、トラブル。なんか、今どうやって回り込んできたんですかね、道的に。もしかして追い抜かれ、後ろから追い抜かれたのを気づいてなかっただけ。今移動してます。あ、今ここ、そういやどうなったんだっけ。普通か、もう一遍出し直しておこうかな。危ねえ。でじゃあどうなってるんでしょうか。今日の女性ですか。お持ち体状態だと怪我するな。一応今ここ出し直しました。コーヒーごちそうさまでした。ですね。何が。ここであと宿までは20キロ切ってるよな。そうかも。ぐるーっと回ってっていう可能性はあるかな。あ、大丈夫ですかね。ガーミンは動いてると思うけど怪しいな。周回コース、ガーミン動いてる動いてる。入ったんですかね。電波は、でも電波途中またあるはずですよ。女性としてはまあ嬉しいですね。
更新するともう二度と繋がらなくなります、この放送に。通常配信にしたんですけどね、声も言ってるかどうかぐらいの状態みたいです。あ、本当に自転車で登るには、登るってほどの勾配でもないからすごくいいですね。あとは天気さえ良ければ。結局15時の晴れとかなかったな。今朝の予報だったら、12時頃が曇りで15時が晴れとかだったと思うんですよ。朝9時から晴れ曇り晴れ曇りみたいな、3時間おきに。あ、 YouTube 載せるつもりですが、まずかったらモザイクかけますよ。そうそう、あのトラックで会社名とかわかるかなと思ったんで、っていうの一応埋め込めでも書くか。今回モザイクかけなきゃいけないところのリスト早く書き出さないと忘れてしまうな。フェリー乗り込む時の乗務員さんの顔から始まって、YouTube に載せるよ。いた子はいない。が、まずか。あら、一応見落としてますね。教えてください。まだ行かないか。ようつぶれ。あかん。できれば。アウチ。リスト。え。会社にバレるとまずいね。何の話？まずい。できれば、ツイッターで行こうぜ。よし。一応覚えとこう。という。タイミングで5プロ目、はい、いっぱい。パートラックでコモノさんのことでしょ。誰が更新してるのか。トラックさんです。全然気にしないんで乗せてください。が問う特定の話、特定かなと思って。トラックさんが OK だって。了解です。ポリステさん、いらんこと言ったな。ありがとうございます。ナンバー、会社名など特定されるものはモザイク推奨ではと、自分の実みたいだけ。よし、やった。あ、間違えた、こっちじゃない。やった。と、これ見せたって誰も見えてないんだよな、今。この爪の先みたいなマイクロ SD を本当に落っことしたらと思うと恐ろしい。スタートと。よし。で、15時47分25。
電波ないメディア交換完了ゾーンです。少し先にエリアあるはずです。その先は当面普通になります。トラックさん待ち構えてらしたのでは、わら、気をつけてね。もうちょっとで復活か、うん、と思うんですけどね。当面普通になります。やった、よし。うん、すいません。なんかここどこ濡れてるとこあるな。なんでだ。ここか。あ、でも開始ボタン、あ、待って、声が来てるのか。ちょっと開始ボタン問題もう一遍チェックしよう。ます。開始ボタン問題はチェック済みと。ああ、切れたかな完全に。十和田湖10キロ、10キロで十和田湖に着いて、そこから湖畔沿いにちょっとアップダウンを通って100メートルぐらい登ってから宿に着くんだったかな。それかバイパス沿いで50メートルだったか登って、YouTube 向けに今独り言言ってますけど、割とイメージ通りだな。奥入瀬渓流、ただ思ったほど渓流の方がはっきり見える場所ばっかりじゃないですね。道的には下りの時の方が車線的によく見えそう。水が出てる。お、自転車。このぐらいの勾配だから普通にママシャリでも行けるのかな。上りはちょっときついかもしれないけど、
ちゃー。うわっ、もうちょっと先かな。お、来た。もうちょい先ぐらいかな。おお、流れてきた流れてきた。コメント来た来た。屏風岩。今コメントが来たんで、屏風岩ってとこ行ったら映像チェックしましょうかね。やめて。今ここ止まってますか。さっき出したばっかりなのに。シャッターくそですね。おあ、この辺りちょっと段差がいろいろあっていい感じ。よいしょ。電波が本当になかったんです今のところ。うわ、あ、配信開始ボタンが押せる状態になってる。どうなってる。どうだ。濃いぐらいはいってそう。でもあんまり安定しないな。あ、またゼロになった。まだですね。もうちょい先かな。あとまだいまいちですね。まだまだらしい。もうちょい行ったら、もうちょいでエリア外か。本当にエリア通りなんだな。切れる。よっと。結構この道ママチャリで上り下りしてる人いますよ。あ、もう少しで了解です。ワインディング治った。今日の夕食は自炊するにしたってパスタとレトルトナスミートしかないから野菜分がないな。買い物どっかできるかな。まだかな。丈夫岩っていう話でしたよね。ちょっとハハしてますね。折りのブレ？あ、ブレーキか。下りのブレーキか。わあ、空が開けてちょっと青空出てる。晴れろー。引いてれー。晴れろー。あ、来ました。ケリウムはだいぶ前だな。さっき最初に紙芝居
さっきのとこだな。石ヶ戸休憩所。新しいなこれ。石けどか。本当にけって読んだあれ。ちょっと写真写真。ちゃんと止まってから写真。さっきの押し、あの映像のストリームが押し出されていったってことは、やっぱさっきのとこだな。まだリアルタイムには全然追いついてないですね。サルト、おお、追い出せ追い出せ。ああ、この辺りも綺麗。よいしょっと、バスの人も見てんのか。よいしょよいしょ。なかなか綺麗。日が落ちたらかなり寒くなると思う。いや、と、よし、ああ、なんか女子の人たちが景色見て騒いでる。あ、延長いいですか。あ、分かる分かる。まだ死ぬけど先。おお、結構離れてるな。泳いじゃわないです。ああ、これはちゃんと遊歩道で楽しむべきのところなんだな。自転車で登って、少なくとも上りで走り続けて通過するところじゃないんですね。更新までに、いや今大丈夫ですね。更新ぐらいできると思います。二頭群れ長働くかな、これで。動いてる。あれ、また回数ボタン状態か。回数ボタン、回数ボタンじゃないな。よいしょ。水路みたいだこれ。水路っぽい。あれだ、あの東南のカッパ淵みたい。あっちは流れがほとんどないぐらいだったと思うけど。同じ道路。いや、私個人は大変じゃないんですけどね。放送的にまだ全然
ああ、ここからじゃうまく見えないな。バス来た。よいよっと。この辺りからかな。Google のやつは何月撮ったやつなんだろう。夏とか春も良さそうですけどね。春はまだ雪あるかな。晴れてればもっと綺麗だろうに、綺麗だろうに、綺麗であろうのに。薄暗くちゃ GoPro でもちゃんと撮れてないですよね。これこんだけ薄暗いと。そしてこれがまだ何キロかあるのか。角岩。ん？あ、これか。え？これ自然の岩。つば黒岩とか、あ、また来た。これ自然の岩なのか。やった。お、赤棒だ。バス停があるこんなとこに。うわー、プリウス。かっこいいなこの岩。よっ。本当に自然物かなこれ。信じられん。もっと細かい頂上設備は見たことあるけど、こんななんか石垣みたいな。撮りたいんで、これなんて名前だったっけ。馬、うん、馬角岩かな。馬
もう岩で画像検索と。今ここ。取れたかな？どうですか？よし、取れた。すごいな。すごいですね、これ。あっちもなんかちょっと変わっ違った。うん。通るのか。すごい。うん、あ、よく来ました。了解です。まだエリア来ないかな。1、2キロ来たと思うんだけど。なってきてる。じゃあ再び再起動からやってみようかな。この橋の上に自転車置いて。よいしょ。やっぱダメか。斜めじゃこれは乗り越えられない。やだ。バファーイ。宿着いたら一旦そうですね。もう説明もせずにいきなり切って。で、4秒ぐらい押さなきゃいかんもんな、これ。とりあえず予報通り降らなくてよかった。もうなんか降りそうな黒い雲は見えないし。いや、そうでもないですね。どうだろう。ポタファイ再起動、ああ、ダメだ。あ、いや、わからん。ポタファイ再起動しました。あ、来始めた。後日もいい加減後日ですけどね。1、2ヶ月先ですけどね。おお、安定してる。もうエリア内になったってさっきコメントで聞こえたんで、ポタファイ再起動してみました。規制ですかね、やっぱ。なんとか来ました。で、この辺りはなんかちょっと用水路っぽくも見えるんですよ。なんか浅い
こんな感じで。動きは荒いけど見えてますよね。うん。それ、ああ、ちょっと熱持ってますけど、それほど熱くはないです。しましま、ああ。で、GoPro 3はそんなに熱持ってないな。来たね、そう。濁ってはいますけどね。少し濁ってる。しましまってこれか。右下のこれがワンポイントです。エアドゥの機内販売で買ってきたベアドゥエアバッグです。ベアドゥ。ランキング。晴れてないからな。でも曇っててこれだけ綺麗ってことは晴れてはすごいんでしょうね。魚、今この瞬間復活してますね。お、あ、グレー。なんか緑色の生えてますね。あれ、水草か。上位は確実だな。上位、うん。ここですね、ゆるい勾配でずっとこれが同じように渓流沿い走ってるんで、広がない。どこだっけあれ。北海道のどっか。で、岩、屏風岩って気がつかなかったです。どっかありました？で、さっきの馬、何岩でしたっけ？あそこの岩、とてもなんか自然物と思えなかったんですけどね。柱状節理の橋、サイズがでかいような感じのやつでした。馬角岩か。ありがとうございます。馬角岩って書いてあったかな？ローマ字で。あれ、うわぁ、ほんとす、なんか、誰か作っただろうって感じに見えました。よっと。あれはトチの実かな。ここはほんと勾配緩くて、サイクリングで来るには最高ですね。うん、ちょっと濁ってますね。あと日が照ってりゃなぁ、どんだけ綺麗かわかんないですよ。中戸岩ですよね。何歳？誰が？私が？ん？カワネズミ？私の年齢はちょっと言えないな。こういうくだらない、くだらないことを、どうでもいいネタをわざわざ引っ張る。晴れていたらどうだろう。45歳惜しい。20代も惜しい。おお。アシュラの流れ、なるほど。なんとなくわかる。うん、今、歩きで一人行ってましたね。え、十和田湖下りはないんじゃないですかね。10エイジャー。14エイジャーですね。アシュラの流れ。ここは本当晴れてれば綺麗なんだろうな。曇ってて綺麗なんだから。フォーカス、ん？オートフォーカスになってますかね、まさか。そんなはずは。イベントありがとうございます。オーディオスなかなかいいですね。曇ってたらダメかなと思ったんですけど、それでも綺麗ですね。しっかりしてますね。大したもんだ。フォーカスはマイナスイオン出てる出てる。体中のプラスイオンが中和されていきますね。フォーカスは特に問題ないですね。RX100 は取りまくってますよ。片手で取ってもそれほどスローシャッター、こういうところではですよね。スローシャッター、シャッタースピードどのぐらい、4分の1秒とかでいいですかね。せーの、よし。どうだろう、登りそうなんですよね。それっぽい。これで、これ結構いいんじゃないですかね。4分の1秒でも。それなりにそれっぽい写真になったんじゃないですかね。なんかそういう作為的な写真、私あんまり撮っても嬉しくないけど。うわ、それっぽいっていう楽しみありますよね。いいとこ。この先また完全なくなります。九十九島、なぜ九十九島が
こんな感じです。どうですか、寒い、じっとしてたら結構寒いと思います。こんな感じ、まだまだですか、こんなんじゃもっともっと長くしなきゃダメですかね。マシマシですね。おお、うん、右腕は重力です。まだまだか、アシュラ、マジで4秒、4秒手じゃ無理ですね。できて 0.5 秒とかかな、もうちょっとだけやってみます。まだまだか、じゃあ頑張って 0.6 秒脇固めてやってみます。電波、いや電波回復って今ここは回復してるとこなんですけど、うん、眼鏡、眼こんなの、こんな感じ、どうですかこれでカメラ勉強的には。まあ別にこんなこだわるとこじゃないですね。私はそういう撮り方別に普段やんないんで、やんないって言い訳することによって逃げてるから。68点、ママかな、よし。というのがこの奥入瀬渓谷の写真の撮り方なんですね。 K 龍、そう、記録写真、あくまでこういう写真撮ると必ず自分でそれっぽいって茶化さないとやってられない。うわー、それっぽいって言わないと。ん？な、なん？ん？タイムレコーダー。おー。